あ、ガオガオさんだ。こんにちは。やあみんな、お揃いでどうしたんだい？遊びに来たんだけど。出かけるみたいだね。天気もいいし、野原に春の絵でも描きに行こうと思ってたところなんだよ。みんなも一緒に行かないかい？行く行く。わあ、綺麗ね。菜の花だ。あの紫の花はレンゲだよ。蝶々も飛んでるし、春って感じだね。私はこの辺で絵を描いてるよ。トリッピーたちは近くで遊んでるから。何して遊ぼうか。春になったら生えてくる植物を探しましょうよ。面白そう。探そう探そう。探そう。あまり遠くへは行くなよ。わーい。あ、つくしだわ。つくしって可愛いわよね。ううん。あ、私もみっけ。おお、ペンペングさんみっけ。ペンペングさん、どうしてペンペングさって言うんだろう。へへ、ばあちゃんに教えてもらったんだけど、枝の部分をつまんで下に下ろしていくんだ。で、くるくる回すと実と実がぶつかって、昔の人にはペンペンって聞こえたんじゃないかなってばあちゃん言ってた。面白い。おたまじゃくしがこんなに。みんな小さいから生まれたばかりね。くしゅくしゅくしゅ。なになにそれ。もうニャッキーったら脅かさないでよ。ごめんね。ニャッキー、ちょっとそれ貸して。えへん、わしは社長じゃ。ねえみんな、前から不思議に思ってたんだけど、春ってどこからやってくるんだろうね。そうね、考えたことないけど。ふんふん、春はやってくるんじゃないんだな。えー、うちのばあちゃんが呼んでるんだよ。どういうこと？うちのばあちゃんとっても寒がりでさ、冬はあんまり外に出ないで暖炉の前で本を読んだり、天気がいいと縁側で居眠りしてるんだけど。イエイ冬、いつまでも北風を吹かせて居座ってんじゃないよ。ちょっとと春は連れといでってギター弾いたらさ、次の日からポカポカしてきて春になったんだ。本当に？本当だって。ばあちゃんが呼んだんだよ。そうなのかな。ガオガオさんに聞いてみましょうよ。面白い考えだね。ガオガオさん、春はどこから来るの？そうだね、この際だからみんなで考えてみようよ。島次郎くんはどこから来ると思う？そういえば前にお父さんと散歩に行くとき、うわ、今日は風が強いね。春一番だな。春一番？冬の終わり頃に南の海の方から吹く強い風のことをそう呼ぶんだよ。冬に吹く北風は冷たいけど、春一番は冷たくないだろう。そういえば冷たくないね。だからね、昔から春一番が吹くと、もうすぐ春が来るって言われてるんだ。だから春は海から来るんじゃないかな。うん、なるほどね。ミミリンは違うと思うな。え、じゃあミミリンはどこから来ると思うの？ミミリンは地面からやってくると思うの。この野原だって、つくしもナズナも菜の花もレンゲもみんな地面から生えてきて春って感じになるじゃない。なるほどね。私は山からだと思うな。山から？冬の間山は雪で真っ白だったけど、それが今は雪が溶けて川に流れ込んできて、川の水も暖かくなって、さっき見たようにおたまじゃくしも生まれたんだよ。そういえば小川は真冬には氷が張ってたわ。おお、確かに今はそんなに冷たくないね。水道の水も暖かくなった気がするだろう。うん、今
日の朝顔を洗った時冷たく感じなかったな。冬なんか、うわ冷たい。水が冷たくて嫌だったのに。あれは何かわかるよね。もちろんお日様。うん、冬に比べてお日様が長く出ていると思わないか。うん、思う。冬早起きした時まだお日様が昇ってなくて暗い時があったよ。冬はお日様も早く沈むよね。そうだね。つまりお日様が出てる時間が短く夜が長いんだよ。そういえば暗くなるのが遅くなってきたかも。夏なんか晩ご飯の時も明るいよね。お日様が長く出ていると南の海の水の温度も上がって風が南から吹き始めるんだ。あ、春一番だ。うん、それに海の水だけじゃなくてお日様が長く出ていれば地面も温められて、つくしやナズナが生えてきたり植物も芽を出すのね。そう、山の雪だって溶けるよね。その通り。お日様の力ってすごいと思わないか。お日様よりうちのばあちゃんの方がすごいと思うけどな。トリッピーったらまだそんなこと言ってるの。それは勉強になったわね。島次郎もよく春一番のこと覚えてたね。ウニータ偉い。あ、そうだ、野原からの帰り道ね、ガオガオさんから春の妖精をもらったんだ。春の妖精？それだよ。チューリップかしら。うん、チューリップやヒヤシンスはね、種から大きくなるんじゃなくて、球根かな。そう、球根。球根、玉ねぎみたいな形をしているのよ。ガオガオさんが生まれたところではね、春の間に咲くチューリップやヒヤシンスの球根のことを春の妖精って呼ぶんだって。素敵な呼び名ね。うんうん、冬の間寒さに耐えているけど暖かくなると芽を出して綺麗な花を咲かせるからなんだろうね。かなちゃん、明日お庭の花壇にチューリップの球根を一緒に植えようね。うん、あなたチューリップ大好き。何色のチューリップなのかな。赤かしら黄色かしら。あなたピンク。チューリップが咲くといいね。小さな大冒険。うわー、すっかり春だね。春になると何か新しいこと始めたくなるよね。どこか今まで行ったことないところに行ってみたいな。それなのに誰も出かけたりする予定ないの？うちはないな。ミミリンちもないわ。もったいないね、いい天気なのに。じゃあ出かけようよ、小さな冒険。どこに行くの？この辺で遠い知らないところに行ったつもりになるんだよ。ああ、なるほど。じゃあみんな目をつぶって、楽しい大冒険の旅を思い浮かべるんだよ。私見えてきたよ、ジャングルの中で宝探し。ミミリンはね、おとぎの国ガラスのお城に住んでるお姫様よ。トリッピーは船に乗ってお菓子でできた島を探そっかな。いいじゃないみんな。ジマジローは？僕はね、ロケットに乗って宇宙探検。よし、みんな冒険の旅に出発。宇宙ステーションに向かいます。頑張って。
焼いたんだけど食べない？今は無理なの。悪い魔女に追いかけられているの。え、それは大変。魔女って名誉ばあさんのこと？そういうことにしといて。その方が盛り上がるから。わかった、ここは私に任せて逃げて。ありがとう。は、ニャッキー。あ、大きなヘビが喋った。私がヘビ。ねえヘビさん、このジャングルに大きなピラミッドない？ジャングル？ピラミッド？宝物はピラミッドにあると私は見てるんだ。わあ、宝物。森の中に秘密基地はあるけど。そこだ。じゃあ行ってみる。ありがとう。あ、クッキー焼いたんだけど。後でね。秘密基地に集まることになってるから。みんな忙しそうだな。島次郎にミミリンにニャッキー。すると、あとはねえ、あの古いモグ知らない？もういらないからって母ちゃんがくれたやつ。そう、どこにあるのかな。どんぶらどんぶらこ。ねえ兄ちゃん、海は広くっていい天気。おいしい匂い発見。ひょっとしてクッキー？あったり、みんなで食べようと思って。やった。でも忙しいんじゃないの？実は大冒険の真っ最中なんだけど、一個ぐらい食べる時間あるかも。兄ちゃん。なな、出たな、ちっこい海賊ども。ここは逃げるが勝ち。行っちゃった。誰もいない。しばらく待ってみよう。ここすっごく気持ちいい。あ、なんだか眠くなっちゃった。はあ、ちょうどいいものがある。
わあ、よく寝た。クマッキー。は、みんな。兄ちゃん。あら、いつの間に？ん？やだ、誰こんなの書いたの？最後に本当に怪獣が出てくるとは思わなかったね。私楽しかった。冒険ごっこ。ピピたちのおかげ。はいはい。ピピたちが変ないたずら書きをしたおかげです。今度は私も入れてね。もちろんだよ。じゃあまた行こうね。小さな大冒険。イエーイ。テレビ番組しまじ